10万部出版研究所所長の坂井ちゃんです。相変わらず変態修行中です。イエーイ。はい、今回は皆様お楽しみ、坂井ちゃんの知らない世界、第3弾になります。先にちょっとね、ご紹介をさせていただくと、まあ、最新刊こちら6冊目、ですね、好きを仕事にできる人の本当の考え方、こちらを発刊されている岡崎勝弘さんに、今日は来ていただいてます、まあ、変態としては仕事の変態、まあ、働くことに関するド変態と思いっきりこう本音で、ド変態プレーを発揮してもらおうと思っておりますのでよろしくお願いします。それでは岡崎さんを呼びたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、お願いします。一応こうもうね一回、はい、飲んでますから、そうですね、気軽です、ね、気軽な感じでかっちゃんでいいですかね、必ずね、坂井ちゃんでよろしく、はいはい、大丈夫です。じゃあ、はい、今日もよろしくお願いいたします。今回、まあ、仕事の変態と、はい、いうところで、どうやら仕事が変態でしょうまたすごいねフィールドの変態だなというふうにもちょっと思ってるんですけども、はい、まあ、今回ねこの本、結構ねタイトルはなんかすごそうじゃないですか。そうですね、好きを仕事に、今時ですよね。そう、好きを仕事にできる人の考え方、好きって仕事にこうしたいって思ってる人がやっぱりそれだけ多いんだなと、うんうん、多いですね、いうところはあるんですけども、すごい、こう、まあ、巷ではこれドS本って呼ばれてるんですよ。グッとくるようなね、だからここです、ここです、この本当のってのが実は基本なんですよ。接してるのはどちらかというと、まあ、浮ついたというか、一回ですね、バシバシ言っちゃっていいですよね。どうぞどうぞ、バシバシ言っちゃっていいですね、はい、ね、好きを仕事にできるって言った方が、はい、売れるんですよね。さすが、だから中にも、はい、本音を言えばですよ、はい、本音を言えば、いいんだよ嫌なことなんかしなくて、うん、ワクワクすることだけしたらいいんだよって、言いたい。痛いですよ ね、 ね、それだったらどんなに世の中、ね、楽なものなのかという形かと思うんですけども、僕も結構サラリーマンを、かれこれ20年かな、はい、20年サラリーマンやってたので、今のこうサラリーマンの方々のこう気持ちみたいなのってちょっと分かるところはあるんですけども、まあ、実際やっぱりこうやってるとなんかこれなんか意味あるのかなとかいっぱいありますよ。いっぱいあるんですよ。意味なかったこともいっぱいありますもん。いっぱいある。もう本当に。やっぱりこうなかなかね、こう仕事ってこう、うん、なんでしょうね、のめり込むみたいな感じにこうなりづらいっていうのが、うん、こう現代の今のサラリーマンの気持ちかなというふうには思うんですけども。今かわいそうですよね。うん、だって残業は規制されるわ。そうですね。働きたくても働かせてくれないじゃないですか。はい、だから僕ね、ライフワークバランスって言葉がすごい嫌いなんですよ。はい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 。そもそもライフとワークでバランスって、ライフの中にワークがあるんであって、うん、なんでライフとワークのバランスを取るのかが、確かに。おかしな言葉なんですよ。確かに。実はおかしい。おかしいですよね。ワークとプライベートっていうのはまだわかるんですよ。まだわかるけど、でもそれも意義がいっぱいあるんですよ、はい、何を言ってるかっていうと、ライフワークバランス大事って言ってる人って、うん、俺の仕事がつまんねえんだって言ってる人、あー、そういうことだ、うん、そういうことですね、確かに、はいはいはい、大好きなことはお金もらわなかったって、もう没頭してのめり込んで、うん、サッカーかもしれないし、野球かもしれないし、うん、結構やってるじゃないですか、みんな、うん、確かに、ですよね、うん、でも途端にこれが仕事になったら、うん、ね、もうやらされてるんだってね、なんか自分の大切な人生の時間をそこに浪費して空気させて、ね、もう時間をお金に変えることに一生懸命になって、うん、早く仕事終わんねえかなってやってる人っていっぱいいるじゃないですか。確かに、何のために生きてるの、うん、だから以前ね、本田健さんが面白いことをおっしゃってて、そうだと思ったんですけど、うんうん、健さんがライフワークバランスは仕事の奴隷になっている人のためにある言葉だとおっしゃってました、うん、はいはい、そっかそっか、奴隷ですね、奴隷、奴隷だから働かされている、はいはい、いやいややっているこの人たちを救うためにはライフワークバランスっていう言葉が必要なんですけど、うん、はい、僕らね、坂井ちゃんも、はい、自分で商売やってるじゃないですか、うん、ね、飽きないは飽きないわけですよ。そう、面白いですよね。面白いですよ。毎日それをやってるって全然苦にならない。全然苦にならないですよね。うん、僕も一緒で全く苦にならないから、はい、別になんかいいんですよ。その好きなことをしてるし楽しくやってるから働かせてくれっていうのが本音で、はいはいはい。だから朝5時に起きて、ね、夜までずっと働いてますもん。やっぱそうでないとね。ね、
逆にじゃあ仕事を辞めたくなる人って、うん、どんな人辞めちまえさすが辞めちまえ辞めたくなったら辞めちまえか、うん、まあ僕すごく大事なんですよ、はいはい、あのねあの辞めちゃいけないと思ってると、うん、どんどんなんかこう、うん、逃げ道塞がっていくじゃないですか。確かに。なんか仕事辞めるって悪いことみたいな、ね。悪いこと。だからそもそも日本には法人が約400万社あるわけです。確かに。でそこには営業とか事務とかもちろん一人会社とか休眠してる会社もあれど、うん、職種ってすごい量があって。確かに。で僕人事の仕事もするんでよくわかるんですけど、うん、結構会社は優秀な人を求めてますから、うん、働きのところなんて腐っぽなるわけですよ。確かに。いざとなれば生活保護を受けて、確かにね、お金ね、だって、ね、なんか稼がなくても生きていける国って日本ってなんてありがたいんだって話ですよ。月15万ぐらいですもんね、生活保護ね。そうなんですよ。十分暮らしていけますよね。結構いい暮らしですよ、そう考えると。まあ、それを推奨は僕はしませんよ。はい、でも、そうやって国が守る制度があるわけだから、うん、でこんなセ、ね、セーフティーネットがある中で、うん、仕事辞めたらどうしようかってうずうずやるんだから、やめちまえと。はいはいはい。確かに。でもやっぱそこにブロックがあるんですよね、多分ね。ありますよね。こう、どういうブロックなんだろう。一応多分僕のあれで言えば、他の会社にこう移ったみたいなところが、うん、なんか、業界からどう見られるかみたいなところがあったり、あるでしょうね。はい、こうね、こう例えばこう一緒にチームで働いてるメンバーをちょっと置いて辞めちゃうのはどうだろうとか、罪悪感。これ厳しいことここでよく言いますが、はいはい、大体そういう人に限ってその人のせいで他が成長してないんですよ。そうその通りその通り、あの、ね、あ犬から成長してないんですよ。わかりますわかります。実際、僕まだ会社辞めた4年前なんですけど、でその時すごい中心に近くところにいて、はい、こうもうこの会社は俺で持ってるぐらいのこう感じでこう行きながら、でもまあ一応辞めるっていう決断した時にこうだいぶ恨まれたんですよ。はいはいはい。ちょっと前辞めるのか栄ちゃんみたいな、うん、部下からもあの信じてついてきたのに、なんで辞めちゃうんですかみたいな感じになる。でやっぱそういうので、まあ、結構いまだに根強く恨まれてたりもするんですけど、でもまあ一応そういう意味ではあのでも辞めてみて思うのが、会社回ってるでしょ。そうなんですよね。会社回ってるし、はい、僕の部下だった人間たちが成長して、そうですよね、こうちゃんとこうその役割を果たしてくる。そういうのを聞くと、うん、まあ本当その通り。まずそもそも会社は、うん、要は元々社長が一人で立てるじゃないですか。はい、で社長が一人では回らない仕事を一人分業しだすじゃないですか。うん、はい、で分業していくことによって、うん、どんどんと自分がいなくても仕事が回るように仕組み化されていくわけですよね。うん、確かに。ってことは誰かがいないと回らないように組織が作られている時点でその組織はダメなんですよ。あ確かにそうですね。そもそもなんですけど、はいはい、でだとしたら、ね、あの自分がいなくても回るように働かなきゃいけないというのがまず大前提、うん、はい、でその上で、うん、結局ビジネスって結果を作る、まあ、会社員でもどこにしても一緒ですけど、うん、方の共通点は、うん、いわゆる実績の世界で生きてるんですよね、はいはいはい、だからさっきの坂井さんの話の部下の方は、うん、きっと今はもう成長されてると思うんですけど、うん、当時はついてきたのになんで辞めるんですかって人って、うん、要は僕が頑張る理由はあなたですよって言って、うん、実績じゃなくて他責なんですよ。そっか、そういう発想か。そう、仕事そのものが人に依存してやってるんです。はいはいはい。だから仕事がつまんなくなるんですよ。うん、自分で責任取って作り出しているから、うん、そしたら別に課長が辞めようが部長が辞めようが、うん、だって俺の仕事だもんで本来はいいわけですよ。うん、この問題の切り分けをせずに、はい、ね、あの人に依存してるから仕事がつまらない。だからいつまでたっても仕事が好きにならないじゃないですかね、はいはい、ならないじゃないですかね。そっかそっか。だからそこはやっぱりこう自分がその仕事を本当に好きになるっていうところが、うん、こう大事なポイントっていう。そうですね。だからでも実際サラリーマンでいてこう本当好きを仕事にするってできるんですかね。できます、できますが、うん、やり方はやってること好きになってください。あそもそも大体好きなことだと思って仕事始めても、うん、つまんなかったり好きじゃなかったりすることに気づいたりとか、はい、僕はもともととある、ね、携帯会社で働いてたわけですけど、はい、そうすると携帯の仕事やりたいって入るしてるんですよ、はい、でも携帯の仕事ってよく考えたら営業もあるし事務職もあるし企画職もあるし、はいはい、なんかでもコールセンターとしてもいいなんですけど、うん、コールセンターもあるし、うん、草のほうでいろいろやることがあるわけですよ、はい、あって何やりたいのって話なんですよ。確かに確
確かに携帯が好きなんで携帯に関わる仕事とか言って、ね、はい、だいたいそれで営業とかに行くと別に僕は営業がやりたかったわけじゃありませんか言い出すわけ。青か本当だ本当だそれね出版業界めちゃくちゃ多いですよ。あ、そうね、みんな編集に憧れて入ってくるからですよ、ね、みんな編集やれないって分かるとこう分かるんですよね。編集で言えば、まあ、その上部署もそうだし、こう原稿整理の仕方とか、そういった部分、もちろんその、ね、こう用語表を作ったりとか、うもう雑務がめちゃくちゃある。そうでしょうね。でもそれをないがしろにしてると、うん、こう編集者としてこう育たないみたいなところもあるんで、なんかそういうのまさに今おっしゃっている。だからみんな肌に見るんですよ、うん、根っこを見ないんですよね、うん、泥臭い根っこがあって、でやりたくないことをやって、確かに、で下積んできた人がやっぱ花開き、で花開いてる時には土台がしっかりあるから、はい、もしくは組織ができてるから、これお願いねって嫌なことが触れてて、はい、でだから好きなことだけやれてるように見えるわけですよ、うん、でもちょっと待てと、そこまで行くまでに俺らはどんだけ努力したと思ってるんだそうね、こうそれを飛び越えて ワープしていくなんていうのは、まあ、土台っていう感じですかね。うそうですね、土台無理な話ですよ、そんなのは。やっぱりだからもうちょっと大きく概念を広げて話をするなら、はい、ほとんどの人は成功はしたいです、うん、もしくは成果は欲しいです、はい、なんだけど努力はしたくないやばいですね、本当にこの傾向は今やばいな、やばいですね、これは。だからそういうこといっぱい書いたらダメそうな動画でだけパッてご紹介しますけど、はいはい、ね、好きを仕事にできる人の本当の考え方っていう本なのに、第1章が好きを仕事にするのはやめなさいで第2章長所を伸ばすのはやめなさい、第3章信用を金に変えるのはやめなさい、もうで第4章他人と比較するのはやめなさい、で第5章セルフブランディングなんてやめなさい。だからそれで今大変だと思いますよ、うん、例えば、はい、セルフブランディング大事だみたいな感じで聞いて、うん、Facebook でもインスタでもいいんですけど、はい、もう外見だけ綺麗に一生懸命やってる人たちって、はい、あったら大したことないですよ。あ、確かにありますよね。ありますよね、はい、だからそうすると結局仕事にならないんですよね、うん、確かに信用をお金に変えるって言って、うん、なんかそのなんか例えばクラウドファンディングとかで、はい、まあ、1回はなんとかなるんだけど、うん、クラファンでお金集めちゃったもんだから、はい、信用もなくてその後続いてない人とか、はい、いっぱいいますから、だからダメなんですよ、信用を使ってお金を集めていいんですよ、別に、うん、これ僕いいと思うんですよ、商売って基本的にそうじゃないですか、はいはいはい、お金を集めて、でそのことによってさらに信用が生まれるようにしなきゃいけないんですね、うんうん、例えばよくあるのは、はい、あのでお店出したんで来てくださいって言ってるんですよ、うん、で僕も友達とかだと行くんですよね、うん、で行くと最初の1回目は友達だからで行くんで、うんうん、これは信用をお金に変えた瞬間なんですよ、はいはいはい、でお金集まりますけど、その時に、うん、うわお前むっちゃいい店やってるねって話になると、うんうん、これは俺また友達連れてくるわって言って、はい、信用が生まれる瞬間になるんですよね。確かに確かに、だからお金は集めていいんだけど、うん、集めたお金によって今度はさらに信用を生み出すことを考えないと、うんうん、信用だって目減りしてきますから。そうですね、集めたお金をこうさらに信用につなげようとするんじゃなく、ただ浪費しちゃう。そう、浪費しちゃう、ね、信用の浪費がやばい、ね、やばいですね、やばいっす、やばいっす。あのだからクラファンやって失敗したみたいなのっていっぱいいるじゃないですか、うん、クラファン自体の仕組みはいいんですよ、うん、でもあれはただの要は先物買いですから。そうですね、ですよ、ね、販売手法ですから、ね、販売手法なのでお金をただ集めない話じゃないそこにやっと気づいた人が多い、うん、なんか集めたお金を自由に使っているわけじゃないですか。ないですね、当たり前ですよ、ね、そうですよ、ね、お金出した人が出してよかったって思ってもらうためにはどうしたらいいかっていうのを突き詰めて考えないことには、はい、でもこれは商売とは言えないですよ。確かに、そういうのは本質をね、ズバッとね、こう見極めていかないと危険ってことですね。ですね。それで言うと結構思うのが第2章のところにあった、はい、長所を伸ばすみたいな、はい、もう今だこうなんちゃっていっぱいありますよね。いっぱいあるじゃないですか。こうもう愚かしか言いようがないです。大体愚かなんですよ、もう、はい、以前大阪でね、飲食やろうと思った時に、はい、うちのその僕の受講生の子に、はい、あの料理が得意だっていう子がいたんですけど、はいはいはい、で、田崎さん、大阪で飲食やるなら僕にぜひ、ね、うん、シェフやらせてくださいみたいな感じで言うから、はいはいはい、作ってもらったんですけど、うん、家庭で食べるにはいいんですよ、うん、ごめんねって、でもそれは客に出しちゃダメだもん、はいはいはい、
自分の長所だと思ってたけど、プロとしては申し訳ないけど全くで、ダニングクルーガー効果ってここでもご紹介してるんですけど、はいはい、例えばある60点のテストがあった時に、うん、平均点より下の人の、自己評価って高いんですよ、はい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 、平均点より高い人の自己評価は低いんですよ。あ、それはどういうことだろう。例えばだから、うん、坂井ちゃんが今まで努力してることがあると思うんですよ、はいはい、例えば編集の仕事もありますよね、うんうん、そうすると編集の仕事っていうのに対する評価って上には上がいる、ね、全然上には上がいる。そうですよね、うん、見ちゃう見ちゃう。一般的に考えたらはるかに高いはずなんです、はるかに高いはずだけど、うん、できてる人ほどいやまだ上がいるんだよねってなるんですよ。いや、そう思うそう思うですよね、はい、でもこれがど素人だ。それこそさっきの新入社員が編集なんかやったことないのに俺に編集やらせろみたいな、それは平均っていうふうにだだ下がりのはずなのになんかわかんないけど高い自己肯定感があって俺はできるはずだってバカなこと考えたわけですよごめんな、すごいすごいからいやいいな、気持ちいいな。いや今これほら自己肯定感って出てきましたけど、はい、自己肯定感って今すごい流行りじゃないですか、ね、もうだからみんな自己肯定感持とうよみたいな感じで、はい、いいじゃん持たなくてそうっすよね、ないっすよそんなの。うん、わかる、うん、大阪なおみさんって、はい、テニスプレーヤーするのがいいじゃないですか、がこう、この間の、ね、オリンピックの後でこう自分の自己肯定の感の低さみたいな、うん、すごいツイッターで語ってたのがあったんですけど、うん、やっぱあのぐらいまでいくともう四六時中自分が足りてないと思うらしい、うん、いやそうですよね、うん、だって突き詰めてますもん、うん、で足らないところがいっぱい分かりますもん。やってるからこそ、やってるからこそ、うん、やってないから自分のダメなところに気づかないんですよ厳しい中途半端に自己肯定感高いやつ大体めんどくさいんで、はいはいはい、確かにそうだ確かにそうだ、勘違いね、勘違いただまあただ一応に正解正しく言うと、はい、自分はきっとできるはずだって可能性を信じる気持ちは持った方がいいと思いますよ、うん、そうですね、いずれはね、いずれはたどり着けるだろうと、うん、人は可能性の生き物ですから、それは僕は絶対持った方がいいと思ってるんですけど、うん、だけどなんかね、自己肯定感がみたいな感じで、はい、低いとか言って自己肯定感が低いことを理由に何か行動を起こすことから逃げるやつがいるんですよね、はい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 、本当にねピーって発言したからそうそうそうチャンネルだからそこまでも言わないけど、でもやっぱりそういうこうね、人でもこうじゃどうすればこう、うん、いいのかみたいなところはあるんですよね。たった一つ、まあ、短い時間なので端的に言うなら、うん、小さな成功体験を積み重ねて、うん、もうほんのちょっとした作業的なことでいいかなと。そうですね、もう毎日成功体験をちゃんと積み重ねて、うん、でちゃんと自分はできるぞっていうのを土台作りからね、うん、していただくといいかなと思います、うんうん、そっかそっか、やっぱり土台ですね。そうですね、もうそこを土台視して、うん、こう花だけ取ろうなんて甘い甘いいや、すごいな、はい、もう時代のトレンドをもうバッサリ切るみたいな、バッサリ切りましたけどねこんな、なんだろう、令和の時代に昭和的な話というかもうね、新鮮組みたいないや、かっこいいっすありがとうございます最後ね、はい、じゃあちょっとこの動画を見ている方々に、こう多分ね、仕事に悩んでる方が見ていらっしゃると思うので、はい、こう、ちょっとメッセージをお願いできたらと思います。この本に絡めてもいいですか、まあ、バシバシとですね、厳しいことを言い、ね、お伝えさせていただきましたけど、はい、でも長い人生で見たら必ず好きなことを仕事にできます、うん、必ずできると思うんですね、うん、ただそのためには、ねね、やりたくないことから逃げずにちゃんとやる価値があることを一個一個こなしていくと、うん、そこからなのかなと思いますから、うん、ぜひですね、自分の目の前の仕事から逃げずにね、うん、ね好きになる努力をしていただくし、うん、そして、何よりもですね、フローラル出版さんの書籍をいっぱい読んでいただくこれが一番自己肯定感上げますからぜひそこからお願いできればと思いますごわすりありがとうございます第2弾の、後編の、動画も、これからありますのでそちらもお楽しみいただけたらと思うんですけども、そちら、またね、こう仕事の変態とはまた違った面でこうもうね、いろんな分野の変態さんではあるので、またちょっとね、こう違う面を、お見せしたいというふうに思っておりますので、そちらもお楽しみいただけたらと思います。それでは、本日ありがとうございました。ありがとうございました。動画ご視聴ありがとうございました。10万部プロジェクトを応援してもいいという方、
出版業界の関係者の方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。